脳の教養チャンンネル、えー、ブレイキングニュースでですすたただいまま入りましたニュースです、えー、スウェーデンとフィンランドが納豆の販売を始めることになりました。これらの両国ではですね、実はその納豆の,あのネバネバとか香りとかがですね、これは公衆衛生上の懸念があるということで、えー、実は納豆の販売がですね、えー、長らく禁止されていたんですが、えー、このたびですね、両国政府が、 最近の国際情勢に鑑み、特にロシアとの関係に鑑みですね、えー、国民の健康安全のために、納豆の販売をですね、両国内で、えー、許可するということになったそうです。まあ、納豆は確かにネバネバしてるし、独特の香りもあるんだけども、これがですね、町内再建に働きかけて、善、えー、玉菌を増やすと。このことによって農町相関を通して、えー、スウェーデン、フィンランドの国民の能力を高め、 強いてはですね、両国の安全保障に、えー、貢献するということで、スウェーデンとフィンランドでは納、納豆、納豆をですね、導入することに、えー、なったということです。このことによってですね、スウェーデン、フィンランド、両国はですね、えー、納豆を食べる国、納豆加盟国になったということでございます。えー、ただいま入ってきたニュースでございました。 えー、そしてもう一つですね、これは小さなニュースなんですけど、えー、スウェーデンとフィンランド、えー、北大西洋条約機構、NATO に加盟することが決まったそうです。以上、納豆のお知らせと小さな付随するニュースをお伝えしました。スウェーデンとフィンランドで納豆を食べて、NATO に加盟して、これでどちらの国も安心安全大丈夫ですね。ロシアの皆さんもついでに納豆いかがでしょう ノンの共有チャンネル登録してね。登録ボタンはポン。